真実。覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず、あなたへ向けて押し寄せる、まだ言えない戸惑い、全てはこれから、いつでもこれから。 Now I'm ready to beの日の恋。足長おじさま、かれこれ2ヶ月ほどご無沙汰していました。おじさまに対する私の義務は学校での勉強の様子をご報告することになっていましたので、休暇中は手紙を書かなくても約束違反にはならないと思ったからです。なぜって、この夏はあまりおじさまが好きではなかったのです。サリーたちとのアディロンダックでの休暇を諦めるということが私にとってどれほど辛く残念だったか、おじさまにはお分かりにならないでしょう。しかもそれを私に伝えたのは短い電報だったのですから。私の気持ちはまだ傷ついています。でももうこの話題は忘れることにしました。現在は小説に全力を傾けることで忘れようとしているのです。私はもう短編を2つも書き上げて、気に入った方を雑誌社に送りました。どんな結果が出るか、今はおじさまからの手紙よりも楽しみです。ジュディ、ジュディ。屋根裏部屋よ。早く降りてらっしゃい。どうしたのかしら。どうしたんですか？ジュディ、ビッグニュースだよ。ビッグニュース？ばあさん、もったいぶらんで。ジュディ、ジャービー坊ちゃんがな。来るんですって。たった今、ほら、電報が来たのよ。ジャービー坊ちゃんって、ペンデルトンさんが？そうさ、あのジャービー坊ちゃんさ、自動車旅行の途中にここへ寄ってくれるそうだ。いつ見えるんです？それが今日なのよ。本当に気まぐれ屋さんなんだから。今日ペンデルトンさんが来る。こうしちゃいられないわ。キャリー、キャリー、お掃除を始めるわよ。キャリー、わしは買い物でも。おい、何を買ってきたらいい？それとも魚でも釣ってくるか？おい、ばあさん。ペンデルトンさんが来る。私何やってるんだろう。掃除の手伝いをしなくちゃ。部屋の支度は済んだのか。もうすぐです、旦那様。ああ、そこはキャリーがやるから。あ、いいのよ、みんな忙しいから。でもジュディお嬢様にそんなことさせたって旦那様に知れたら。いいんだ、今日は特別だなあジュディ。ええ、なんといってもジャービー坊ちゃんが来るんですものね。甘さん、早く水を持ってきてよ。ああ、今行くよ。チッ、全く情けない。もう尻の下に敷かれちゃう。甘菜とキャリー、式はまだ先のようだが、まあ時間の問題じゃな。まあ、しかし最近の若いやつらは女の扱いを知らんで、全く情けない。わしなんか。あんた、みんなの邪魔ばかりしてないで魚釣ってきてくださいな。みんな忙しいんですからね。わかってるよ。
れ、聞こえないのかな。おじさん、おばさん。ようこそ、ペンデルトンさん。ジュディ。おかえり、ジャーミー坊ちゃん。おかえり。おかえりなさいませ。ジュディだね、これを考えたのは。みんなの気持ちです。さあさあ、疲れたでしょ。ここに寄るんなら寄るって、もっと早く連絡をくれなくちゃ。何も用意してないんだよ。魚だって一匹も釣れないしね。エリザ、何も坊ちゃんの前で言わなくても、お前はいつだってそうなんだ。立ち話もなんだから。さあさあ、ジャービー坊ちゃん。どうしたの？さあ早く。ええ。どう？こんにちは、カーターさん。やあ、ジュディ。ここんとこ町に出てこないね。ええ、ちょっと忙しくて。これが奥さんに頼まれた胡椒で。こっちが旦那の釣り針だ。ありがとう。そうそう、ジュディに手紙が来とったな。手紙？アディロンダックから？いや、ニューヨークからだな。ニューヨーク？ジュディ、何か悪い知らせかい？あ、やったー！カーターさん、ありがとう！ああ、胡椒と釣り針！ジュディ、何やってたんだい？さあ、おかけ。ペンデルトンさん、ん？これ見て。月刊ヤングタイム編集部。ここに来て書き上げた小説を雑誌社に送ったの。ほう、私が読んでもいいのかい？ええ。ジュディ・アボット様、先だってお送りいただいたあなたの短編小説を拝読し、掲載させていただくことにしました。わあ、掲載ってジュディの小説が本に載るのか？はい。続きよ、ジャービス様。雑誌は印刷の出来次第お送りすることになりますが、まず規定の原稿料を小切手でお送りします。今後も作品が出来次第商社にお送りくださいますようお願いいたします。こりゃすごい。$50。ジュディ、やったのよ私。あ、おめでとう、ジュディ。ありがとう。本当にありがとう。ペンデルトンさんがいいことを運んできたみたいだわ。エリザ、キャリー、何する。さあ、お祝いじゃ。ジャービー坊ちゃんが来てくださっただけじゃなくて、ジュディも作家先生になったんじゃからな。おめでとう、ジュディ。おめでとう。ありがとう、ありがとう。ところで、掲載されることになった小説ってどんな話なんだい？自由を求めて安楽な生活から逃げ出そうとする少女の話なの。自立の話か。主人公のモデルはジュディなんだね。自立だなんて、私それほど強くないわ。でもそうなりたいって願望はあるわ。何かあったのかい？その後見人の足長おじさんだったかな。大したことじゃないの、おじさまにとっては。ジュディにとっては。話してごらん。
ペンデルトンさん、私大学へ行こうと思うの。もっといろんなことを勉強したいの。もしかしたら本当の作家になれるかもしれないし、奨学金を受けて時々小説が売れればなんとかやっていけるんじゃないかって思うの。素敵なことじゃないか、ジュディ。君の後見人もきっと賛成するよ。おじさまは許してくださらないわ。相談だけでもした方がいいんじゃないのかな。君のおじさんだって君が勉強したいと言えば喜んで協力してくれると思うけど。いいえ、もういいの。これ以上借りを作りたくないもの。自分の人生なのに自分のものじゃない、そんな気がするの。援助されてるからといって君の人生は君のものじゃないか。違うわ。この夏も本当はサリーの別荘に招かれてたの。ジミーが誘ってくれたのよ。カヌーに乗せてくれるって言ってたわ。私とっても楽しみにしてたの。でもおじさまはここへ来るようにと命令したの。しかもたった数行の電報だよ。おじさまは私にとってたった一人の味方だったのに、たった一人の相談相手だと思っていたのに、どうして命令なんかするの。訳も言わずに私の気持ちなんかちっとも分かってないのよ。きっと分かる必要もないんだわ。だって私はどうせ命令には逆らえないんですもの。そんなにジミーに会いたかった？そんなことじゃないの。それは確かにジミーやサリーやジュリアと休暇を過ごしたかったわ。私だって普通の女の子なのよ。でもやっぱりそうじゃないってことに気づいたのよ。だから、だから自立して全てのことから自由になりたいんだね。ええ。ねえジュディ、自由という花はとても美しいしいい香りがするけど、鋭いトゲもあって時には自分を傷つけることもある。でも頑張って綺麗な花を咲かせてごらん。自由という名の綺麗な花を。ペンデルトンさん。まあまあ、坊ちゃんもジュディももうそろそろ休まないと。分かったよ、先に休んでて。じゃあビー坊ちゃん、明日は日曜日ですからね。え？教会へ行くには10時15分にはここを出られるようにしなくちゃなりませんよ。 OK、 寝坊しそうだったら起こして。もういつまでも手がかかるんですから。それじゃおやすみ。おやすみ。おやすみなさい、おばさま。ペンデルトンさん。ん？私ここに来て本当によかった。今はおじさまに感謝しています。はい、今行くわ。ジュディ、ジュディ。ペンデルトンさん。よし、大丈夫だ。ジュディ、これお弁当。ありがとう、キャリー。さあ、行こうか。もう共犯にするのは勘弁してください。もし旦那様に知れたら。キャリー、キャリー、キャビ坊ちゃんはどこにいるんだい。キャリー、お坊ちゃま、早く。こんなことしていいの。構わんさ、エリザおばさんは教会で僕たちを見せびらかしたいだけなんだ。おい、部屋におらんぞ。エリザ、裏口へ回るんじゃ。いかん、ユディ、急ぐんだ。ジュディ、こうやるんだ。ここで止めて、それ。簡単だろ。やってごらん。はい。どうして。
私には無理よ。ま、焼けたよ。ありがとう。おいしそう。熱い。熱い。そろそろ引き上げよう。ゆっくりしてけばいいのに。エリザ、無理を言うんじゃない。坊ちゃんにもいろいろ予定があるんだ。それだからお前は。あんただって一晩中文句言ってたじゃありませんか。おかげで私はちっとも眠れなくて。おじさんもおばさんもどうせまた近いうちに来なければならないみたいだから。坊ちゃん。ジュディ、楽しい休暇をありがとう。それじゃあ、ペンデルトンさん、ジャービスでいいよ。ジャービスさん、嵐の時はありがとう。次の作品やっと続きが書けそうだわ。恋の話だったの。楽しみにしてるよ、君が綺麗な花を咲かせるのをね。はい。それじゃ。
にジミーの親友ボブから映画のお誘いがあったの。ジュリアったら私に気を利かしたつもりでジャービスさんを呼んだものだから、ジミーと鉢合わせ。次回、花盛りの娘たち、お楽しみに。